報酬が問題なのか。違う。これまで以上の待遇を。いらない。男ならうちの息子。お前は何を言ってるんだ。ああ、もういい加減にしろ。私はレッドのところに終身雇用契約したの。レッドに嫌がらせとかして彼がこの町を出ていくなんてことになったら私も一緒に出ていくからね。お姫様、火遊びはそれくらいにして冒険者に戻るかロガービアに帰った方がいいと思うんですよ。レッドとのこの日常のためなら名声も財宝もいらない。ただの薬屋のレッドとリット、それだけでいいの。私が望んでいるのよ。ありがとうございます。